食道は、消化管の一部で、高校、咽頭に続き、食物が胃に送り込まれる時に通過する環状の器官のこと。なお、食道で食物の消化は行われない。人の食道は、成人で25から30センチメートル前後の長さがあり、口から飲み込まれて食道に入ったものは、液体状のものは数秒程度で、固体状のものでも強作部に引っかかるようなことが、 なければ数十秒もあれば、食道を通過して家へと送り込まれる。人の食道は、頸部で口頭の後ろ側で始まり、胸部では、気管子、大動脈弓などの後ろを通り、横隔膜を突き抜けて腹部に至る。横隔膜の元で胃の噴門とつながる。食道には3箇所の生理的狭作部がある。陰頭との接合部、気管子の後ろを通る部位、そして横隔膜を抜ける部位で、 食物がよく詰まるのはこれらの箇所である。また、糞門付近とともに、この3箇所の狭窄部は、食道がんの後発部位として知られる。なお、このように人には3箇所の生理的な狭窄部が存在するものの、これらのうち1箇所目の食道入り口部と3箇所目の横角膜食道劣行による狭窄部は、特に狭くて、常に狭くなっているのに対して、2箇所目の 大動脈弓と気管支の影響で狭くなっている部分は他の2箇所と比べるとそれほど狭くなくて狭さもある程度下辺である。食道の壁は内空側から粘膜、筋層、外膜と分けることができる。粘膜は口で咀嚼されたとはいえ、まだ形を保ったままの食物が通過することで傷つかないように力学的に強い重層扁平上皮で構成されている。 粘膜のすぐ下層にある多数の食道腺が粘膜の表面に粘液を分泌することで食物の通りを良くする働きがある。筋層は二層構造をしており、内側の筋は和層筋、外側の筋は重層筋に相当するが、長軸方向に対して筋繊維は垂直、平行ではなく、いずれも遮光している。これらが順に収縮することで食物を胃に送り出すような、 動きをする。これを、全動運動という。また、他の消化器官と異なる特徴として、口に近い側の上部食道の筋は、黄門筋で構成されているという点がある。なお、胃に近い側の下部食道の筋は、他の消化器官同様、平な目筋で構成されている。ただし、ラットなどの他の哺乳類には、全長にわたって、黄門筋で構成されているものもいる。これらの筋は、 自律神経の働きで無意識化で収縮運動が起こる。喉元すぎて暑さを忘れるの言葉通り、食道の粘膜の感覚はあまり鋭敏ではない。なお、人の食道の普段の pH は5から6程度である。食道は一食道逆流症、食道がん大量に出血する可能性のある食道上脈流、マロリーワイス症候群、狭作、 および運動障害の影響を受ける可能性がある。これらの疾患は、塩化障害、塩化痛、共通を引き起こすが、全く症状を引き起こさない場合もある。臨床検査には、硫酸バリウムを服用して行う、消化肝臓営検査、内視鏡検査、および CT スキャンが含まれる。食道への外科的なアクセスは困難である。一覧については、EN、 エスローギーエルデ l d g ズを参照バレット、食道ん食道異物。PTP 海水魚の食道には、NACL を吸収する能力があることが知られている。フィジオロジーアット MCG6-6CH2-S6CH2-30、川原勝宮比、佐々木勝則、カラー使い人体の正常構造と、機能参照化管、P20。 P21 日本維持新報社に千年8月30日発行 ISBN4 から784930981可能性肉芽種についてはここなどを食堂に発生する症例があったとの報告はここを参照松岡達臣松島を治む編著生物学分子が語る生命のからクリ P118 朝倉書店1998年10月10日 発行 ISBN4 から254から 17103X ありがとうございます。